水保運動場東駅は名古屋市水保区発祥通り3丁目にある名古屋市営地下鉄名城線の駅である。駅番号は M22J リーグ名古屋グランパス8のホームグラウンドである水保陸上競技場の最寄り駅である。当駅の開業に伴い先に開業した桜通線の水保運動場駅は名称を水保運動場西駅に変更した。 計画当時に予定されていた駅名は山下通り。J リーグ開催時等の多客時に備え、3番出口に近い方に臨時改札口が設けられている。プラットホーム島式一面2線のホームを持つ地下駅。深夜早朝には当駅が周期点となる運用もある。ため、矢後とかに地編成が留置できる引上げ線がある。また右回りと左回りのいずれにも折り返しが。 可能であるため、ごく稀に日中や夕方に当駅発着の臨時列車が設定されることがある。当駅は、名城線運転区が管轄している。ホーム、新玉橋方の端に、臨時改札口へ通じる階段がある。通常は閉鎖されているが、J リーグ開催時等の多客時に開かれる。パロマ、水保スタジアム駅周辺名古屋市統計年間によると、 当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。ありがとうございます。